トランプが変なことを言ってきています。イランはホルムズ海峡を通るタンカーに攻撃する。イランは悪人だ。日本は自分のタンカーは自分で守れ、と。でもですよ。おかしくないですか？アメリカは昔から変な陰謀ばかり起こしてきました。ベトナム戦争のきっかけのトンキン湾事件がありました。イラクの大量兵器の言いがかりもアメリカの嘘でした。今回のイランタンカー攻撃も嘘です。世界中の多くの国がアメリカの話を信じていません。そもそも今回のイランとの緊張はトランプがイラン核合意を一方的に破ってトランプが始めたものです。それもトランプが自分の大統領選挙を有利に運ぶためと言います。ですからイランタンカー事件がとてもおかしいものだし、日本などに自分のタンカーは自分で守れということもとてもおかしい。こんなにおかしいトランプに対して日本はきちんと行動すべきです。日本が一国で言えないならば、ドイツ、フランスなどと連携して強く言うべきです。でも、安倍はこれをいいことに華々しく戦う日本を考えているのではないですか？安倍の考え方はまるで間違っています。トランプの陰謀を他の国々と一緒になって食い止めることを考えてほしいです。5本。ちょっとここでアメリカのこれまでの陰謀について専門家の話を聞いてください。私とかで習うのはトンキン湾事件は自作自演でベトナム戦争が始まり、もっと近いところで自分がテレビで見たなっていうのは、あの油まみれになった水鳥と、あのイラク兵が撤退する時です。病院になだれ込んで新生児が保育器に入ってくるのを、それを引き出して殺してしまったとかいう話とか、それから何といってもあの大量破壊兵器があるっていう、だから なんか信じちゃいけないなっていう気持ちがすごくあるんですけどね。大量破壊兵器のに関してはね、あるいはあのいあの湾岸戦争が1991年に終わって、それからね98年ぐらいまでずっとも国連の調査団が入って徹底的に調べましたからね、で 98年の12月ぐらいに、ね、もうほとんど終わっておったんですよ、でもだからないこと分かっておったわけ、だからこそもう一回なんかで98年12月にまた爆撃をしたわけですね、大爆撃を一回した時に、そのことやるとその国連の査察がもうできなくなるじゃないかということを言ったら、そうじゃないと、もう終わってるからあの実際も全部やっちゃったから大丈夫なんだということまでアメリカは言っておったんです。ところがその後なんかどうしたことか、まだイラクが持ってるって話、でなんかトレーラーが出てきたり、そうそう、こんなもので作れるのかというようなものが出てきたり、あるいはね亡命者が来るじゃないですか、で亡命者とイラク人の亡命者なんかは結局アメリカの力を利用して、でサダム・フセイン政権を倒して自分がそこのまた政権に返り咲きたいとか、そういう連中だから、それもアメリカの気に入るようなことを引っ張り込むためのいろんなことを作る、それはアメリカの方が信じる。でアメリカでももちろんそあの国連の査察団としてやっておった連中はそんなはずはないと、全部回ってきたくないんだよということを言ってもダメ、結局ねアメリカがそれを言うから、あの国連もねもう一回じゃあ調べろという話になって、それで前年のあれ11月の半ばぐらいから翌年の3月まで、3月まで調べて、であれ900何十箇所やってるんですよ、で全部やったけども何もありませんでしたと。それでもそんなはずはないというんで、やったらやっぱ案の定出なかったとかね。いやだからもう、いやだからもうちょっと他にもね、言い出してもキリがないぞじゃあでもこれは、これも危ないですよね。だからもう危ない、こんなもの危ない。でもまあなんとなくどこもあの信じてない状態で、よかったなっていうのが結論ですか。それはね一重にね、あれですよ、だって今 のイランの核の危機というのはね、トランプが一人で作ったような話ですからね、だってあのイラン核合意あれ、もうその3年ぐらい多分交渉したと思うんですけどね、向こうの方もまあ穏健派の政権で、それであの今後15年はあの濃縮、燃料用のね、原発用の燃料程度の濃縮するけど、それ以上のものはしませんということとか、だからその濃縮するための遠心分離器も数をぐっと減らしますということになって、でそれはそのとおり履行されておるということは IAEA が確認して、それで経済制裁やめたということになったわけですよ。でそれは賛成したのは
もちろんアメリカもそうだし、うん、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、中国、うん、それぐらい賛成して、あ、 EU も入ってるんですよ、うん、だから全部せっかくその長年あの交渉してやっとうまくいったのを、うん、トランプが飛ばして経済制裁始めたんで、うん、だからそれは他の国にしてみたら、なんであれはと、うん、そうですよね、当然なるから、ね、これを見てもそれはだから他の国はですね、さ、当然ドイツだってフランスだって、うん、じゃあもうこれはアメリカの言うことはそれは信じないです、当たり前の話で。そうですね。